電子機器の音が聞こえるような。うん、誰だ。お前か。鍵はかかっていない。入れ。何か用か。そうか、ここは列車の全乗員に開放されている場所だから、お前も好きにすればいい。かつてアキビリが歩んだ道のほとんどはすでに追うことができなくなっている。しかし列車の現乗員として俺たちの旅を記録することには必ず意味がある。だから収集した資料を資料室のアーカイブに入力して、列車が訪れた場所の文明や生態、それから地質の特徴などをまとめ、過去のデータと比較しているんだ。あの端末が見えるか。あれはアーカイブにつながっていて、現在までに知られている情報を閲覧することができる。気になるなら試してみるといい。Thank you.